どうもみさん、こんにちは。どうも、ちょっと風呂入ってきました。ちょっと水を。ちょっと待ってね。どうも。ちょっと待ってください。ちょっとね、人が集まるまでちょっと、水飲みたいんで、ちょっとこうやってます。よいしょ。どうも。こんちは、風呂行ってきました。たった今、お風呂に入ってきた。ということでですね。あ、どうもありがとうございます。あれです。なんだっけ、おやつ。もうちょいね、人が集まった方がいいんだけど、あんま集まんないかな、最近もかそってるから。こんな閲覧の前であんま言いたくないんだけど。早速、よっさんにされて、本当に？本当ですか？ちょっとよっさんがディスってくれた方がいいんですけど、嬉しいんですけど。え、よっさんディスってくれてんの？よっさんがディスってくれればさ、流れてくるから、俺に。できるだけ多くの人の前で言いたいから。いや、悪口言ってほしいけどな、よっさんには。慎吾さん、こんにちは。春日部の木村。まあ別に俺はあなたに興味ないですけど 僕はあなたに興味ないですけど、なんか俺にすり寄ろうとしてるのかしらないけど。いやー、ダメだな。かそっててあんま集まんないかな。最近何もほとんどやってなくて、かそりすぎちゃったからあんま人集まんない。こんな人数の中でいたくないな。もうちょっと集まんないと。まあ、いっか。しょうがないね、もうね。まあ、言ってもまだ開始3分だけどね。みんな仕事。ああ、まあそうかもね。あんま人集まんないな。話したくなくなってきた、こんだけかそってると。こんだけかそってる中でしか言えないんだったら、もう言いたくなくなってきたんだよ。あ、おやつあざす。おやつあざす。ダメだ、全然。あ、かそって人が集まんない。かそって人が集まんないわ。かそって人が集まんない。どうしよう。全然人来ないんだけど。こんなゴミみたいな人数じゃ言いたくないんだけど。おやつどうも。ダメだ、人が集まんない。人が集まんないよ。
人が集まんないよ。もうやめようかな、配信。もうやめようかな、もう。集まんなすぎて。しょうがないね。でもこういうタイトルで撮っちゃったから、一応このタイトルで集まった人もいるだろうから、多少は話すか。もうこんなしょうもない人数の中であんまり拡散力ないけど、まあ別に俺が言わなくてもみんなそのうち気づくと思うしね。あのね、まあなんかね、まあ、ざっくり言うとなんですけど、まあ名前は出さないですよ、名前は出さないですけど、なんか僕の悪口というか、もちろん虚偽もひっくるめ、僕の嘘の情報、まあ、名誉毀損とか、まあ、誹謗中傷ですよね、をして、なんかナイスを稼いでる人がいるらしいんですよ。まあ、名前こそ言わないですけど、まあ、ナイスランキング見てもらえばまた分かると思うんですけど、僕はね、その人にね、ナイス頑張ってほしいなと思ってるんですよ。名前こそ言わないですけど、本当ナイスはね、すげえ頑張ってほしい。で、今なんかそんなね、もっと、今もある程度のその期間別だったらある程度の上位いるんですけど、もっともっと全然上位いってほしいなと思ってる。まあ、逆になんかでもね、僕の悪口しか言ってないから、まあ多分そこら辺が関の山かもしれないけど、だって俺のアンチリスナーしかハエナできてないからさ。俺のアンチリスナーしかハエナできてないからさ。まあ、人のアンチ票って強いですからね。無料だったらさ、人のアンチ票でナイスなんか買って簡単に押してくれるのよ。でもなんかね、そういう悪口でね、集めた人ってなかなか花火とかには繋がんないですけど、課金とか。でも無料のナイスだったらなんかこうね、協力する人多いんですよね、そういう底辺の集まりといいますか。そういうのを集めて。だからね、もっとね、なんかね、正直ね、あんまりにも下だと目立たないから、そう、もうちょいなんかね、頑張って、配信ももうちょい長時間やってね、頑張って賞金取ってほしいなと思いますけどね。まあ、逆に逃げないでほしいよね。ふわっちやめましたなんて、まあ、逃げることだけはしてほしくないなと思いますよ。ありがとうどうも。まあ今まではね、今までは、まああんまり僕はもう、ね、話題出したくないですけど、話題出すってことは関わるってことなんで、まあ一応なんか今、でもこういう状況なんでちょっとだけ触れとこうかなと思って。まあ、今まではね、なんか僕の悪口とかをなんか YouTube とかで、なんか YouTube ライブでやってたらしいですけど、まあ今まではだからその、矢面に立ってない状態なんですよね。そう、YouTube ライブって俺ずっと言ってますけど、新規リスナーって来ないんですよ。YouTube ライブだけだと、新規リスナー来ないから、そう。YouTube ライブなんて誰も見ないから YouTube 見てる人。だからもう既存のね、どっかから引っ張ってきたリスナーとかが、見られるだけだから YouTube ライブって。で、俺のもう、なんだろう、アンチとかが名前とかバーって出して、毎回宣伝して、まあ、俺のアンチリスナー反映なしてるっていうような人なんですけど、そう。でも今までは、そのね、だから誰も俺のアンチリスナーしか見て、基本見てないところで、ね、俺の悪口言ってれば、それはなんかこう、なんだろう、矢面にあんま立ってない状態だったんですけど、ただ今のこの段階では、あれですよ。ちょっと矢面に立つことを、まあ分かってるか知らないですけど。だって今回、ね、だって YouTube ライブで俺のアンチしかいない状態だとさ、それを叩く人がいないじゃん。叩く配信者とかがいないじゃないですか。そもそも認知されてないですから、俺のアンチ以外に。俺のリスナー以外に認知されてないから。でもここふわっちで、これね、人の悪口言ってナイスとか集め出したら、これナイス参加してる人もいるんですよ。ナイス参加して、で、みんなお金のためになんか必死でやってるわけじゃないですか。で、そうするとみんな、あ、この人誰だみたいな。で、いきなりポンって出てきた人ってなんだこいつっていうね、見に行くわけですよ。ね、あれ開いたら開いたで、なんか僕の悪口しか言ってなかったら、まああんまりよく思われないですよね。で、それでまあじゃあ仮にこの人がじゃあ10位内に入賞して、もし11位になった人とか、めっちゃ多分裏、ね、そんなよくは思わないと思うんですよ。人のアンチで、こうなんかナイスを集めてたっていうのが分かればね。ナイス参加してる人を敵に回すみたいなところもあるんで、人のアンチ、ね、人の悪口でナイスを集めてるやつはね。絶対よくは思われないですから。で、今まではなんか僕のアンチリスナーしかいなかったかもしんないけど、ほとんど。
ただふわっちっていう、まあ、要するに生配信者がたくさんいてね、あのつながりがあれ結構ありますから、ふわっちって YouTube ライブなんて単体でやってるだけだから、僕のアンチしか来てない状態だったのに、ふわっちはなんかもう閲覧順にもバーって並ぶし、ふわっちを見る人がバーって閲覧順に並ぶしさ、まあ、気づきやすいんですよね、生配信系の配信者だったりリスナーが。そしてナイスとかで上位になればなおさら目立つんですよ。そうで、それをね、なんか誰だこいつって開いた時に、ね、人の悪口でナイス集めてるってなったら、まあよくは思われないですよ、うん、だからね、あのぜひぜひもっと上位に行ってほしいですよねもっともっと上位に行ってほしいですよ。だから上位に行けば行くほど目立つからね。まあ極端な話、これで仮に1位、まあ絶対無理ですけど、俺のアンチだけじゃ絶対無理だけど、うん、あのもし1位とか取ったら、もうみんながもうね、なんでこいつ1位なんだって、ね、開いた時俺の悪口ばっかり言ってたらさ、めちゃめちゃ目立つじゃないですか。本当みんなを敵に回すことになるんで、そう今までと違い、うん、まあ正直ね、なんかもう7位とか8位とか 9位とか10位ぐらいのなんかしょうもない位置だと、なんかあんま気づきにくいから、みんながだから本当はもっと上位に行ってほしいなと思ってるんですけどね。うん、そうそうそう。あとはまあできるだけそのね、ふわっちも、まあ多分誹謗中傷とかも行き過ぎた、多分ナイスとかも剥奪されるとは思うんですけど、まあどこまではあの許すか分かんないから、ふわっちが、うん、でもね、それを許してなんか賞金獲得してもらった方がいいかなと俺は思ってんねまあ誰とは言わないですけどね、誰とは言わないけど、その人生活保護の僕知ってるんで、でなんかね、その雑談たぬきとかで住所が漏れてるらしいんですよね、うん、まあそれが本当の住所か分かんないんですけど、だそのナイスとか取って賞金が確定した瞬間に、僕だからあのね、あのランキングでこの人があの受賞しましたって出るじゃないですか、まあ、その瞬間にね、まあ、その住所が本当だったらなんですけど、そこの担当の生活保護課になんか通報しようかなと思って収入がありますよっていうのはね。でもしかしたらだけど、いや分かんないですよ、なんかこう自分のなんかこう銀行口座にこうなんかそのお金を振り込まない経由で、まあ、人の例えば人のなんか銀行口座でも受け取ると思うのは多分受け取れると思うんですよ、多分だけど、うん、だからそうなった時全部それもね、もしかしたら人の口座で受け取ってる可能性あるって多分伝えようかなと思ってるんで、そう、うん、だからぜひ逃げないでこのままあのナイスをやり続けてほしいです。で賞金をねぜひ取ってほしいと思います。はい、矢面に立ってね欲しいですけどね、まあ多分僕の予想途中で逃げると思いますけどね、うん、僕の予想多分途中で逃げると思うけどね。僕の予想は多分途中で逃げると思う、うん、今まではだって俺のアンチしか見てなかったからね、あの大丈夫っすけど、うん、でもなんだろう、もう今ふわっちでこの N1 とかね、他に狙ってる人もいるんだからさ、その人たちからしたらよく思わないですからね、人の悪口だけで、入賞して他の人が取れなかったってなるとね、でそれも気づかれやすいんですよ、 YouTube ライブと違って。 YouTube ライブなんて誰も気づかないですから、 YouTube ライブなんてさ、もうほんと単体でポツンってあるだけで誰もなんかその気づかないからね、うん、でもふわっちはもうこうやってね、めっちゃ狭い世界だし、でこうやってふわっち開けばもうおすすめ中にこうバーってなんか並んで、めっちゃみんなが気づきやすい、ナイスランキーとかも上位だったら目立つから、そうだからもっとね、あまあ人の悪口でそんなことやってるぐらいだから、もっとみんなが気づいてくれれば、もっとあの本当にみんなから叩かれるようなものにつながると思うのでね、はあ、だぜひぜひちょっとね頑張ってほしいなって、逃げないで、まあどうせ多分逃げるんだろうけどね、うん、いつもあの人逃げてばっかだから、どうせ多分逃げると思いますけど、途中でどうせ逃げるだろうけどね、だって人にさ、なんか他の配信者に叩かれる多分体制とかないと思うよ、うん、だってさ、他の配信者にだって喧嘩売れないからね、俺にしか粘着できないから、うん、俺にしか粘着できないからさ、でもこれでなんかナイスとかで目立っちゃったら他の配信者にも叩かれる要因でもあるからさ、そうなった時に多分他の配信者に叩かれる体制とかないと思うし、もしあるんだったら他の人も多分叩いてると思うんですよ、もうとっくにね、うん、そうそうそう、もしあの叩かれる、あの全然他の配信者に叩かれても大丈夫だってんだと、俺だけに粘着しないで他のやつも絶対叩いてますから、それができないわけだから、相当ブルってますからね、相当ブルリですから、うん、
だから本当ね、逃げないでナイス、本当、上位頑張ってほしいなと思いますよ。うん、はい、あ。まあ、どうせ尻尾巻いて逃げるだろうけどね。あと、収入を確定させてから僕は通報するんで、生活保護課にね。まあ、住所が合ってるか分かんないですけど、タヌキに会って、タヌキに乗ってるやつがね。一応、なんか電話してみようかなと思うんで。とりあえず収入確定させてからですね。じゃあ、ぜひナイス頑張ってほしいなと思います。はい。うん。まあ、っていう話。っていう話。閲覧150人ぐらいじゃちょっとね、これぐらいじゃ正直もう拡散力ないんで、ちょっともうちょっとね、このタイトルにしたらもうちょい300人ぐらい来るかなと思ったけど、ちょっと拡散力がなさすぎて恥ずかしいわ。拡散力がないとね。まあ逃げないでやってくださいよ。これでやらな、ふわっちゃやらなかったら逃げだからね。逃げんなよ。うん。逃げるなよ。言っとくけど。うん。ちゃんと最後までやりきってくださいね。30日まで。そして、入賞してください。僕の悪口で。うん。途中で逃げないで、そんな逃げるとかダサいことやらないでくださいよ。うん、どうせあなたなんか逃げるだろうけどさ。うん。だって俺別にさ、その10日で1万5000だから、日当1500円なんですよ。しかも取れなかったらもうゼロなのよ。うん。だからもうなんか、それを取れるよりも、まあもちろん1万5000も欲しいですけど、それを取れるよりも、なんかね、そういう、その人がそういう状況になった方が俺は嬉しいんで。うん。なんか飛んだ勘違い、アンチはなんか飛んだ勘違いしてるけど、なんかその人に負けてとかなんとか言ってるかもしれないけど、全然そんなことないっすから、ね。むしろ取ってほしいからね。で、取ってほしい理由は先ほど言った2つの理由なんですけどね。うん。むしろ取ってほしいですからね。ナイスをね、ぜひ。あ、おやつどうも。うん。まあ、どうせ逃げるんだろうけどね、途中で。うん。ちょっと髪の毛乾かそうかな。さてと、おやつどうも。もう2時か、今日どうしようかな。もうやることないんだよな。どうしよう。わ、まだしばらく、芝刈り機やってるよ。今、風呂入ってきたんだけど。どうしようかな。どうしましょうかね。何しよっか。なんかやることないんだよな、マジで。
やることないんすよね。さあ、どうしましょうか。どうしようかな。お昼食べたの？食べました。音カジ、実はね、さっきね、100ドルが3000ドルぐらいまでいったんだけど、全部溶けました。入金したわけじゃないですけど、もう結構入金してるんで、たまにカジノシークレットっていうところがあるんだけど、そこね、たまにボーナスくれるんですよ。前なんか2000ドルぐらい無料でもらったよ、なんか1ドル掛けのやつ。で、なんか、今回もなんか100ドルなんか無料のやつが来て、で、それでなんか、まあ100ドルぐらいだしなと思って、ちょっとだけハワイアンドリーム回したら3ドルベッドに、300ドルに増えて、で、その後、クレイジータイムをなんかこうやったら、クレイジータイムの2倍のが、ボーナスに10、10、10、10でかけて、10ドルね、40ドルでかけたら、2回目か3回目で、クレイジータイムかける2のクレイジータイムが来て200倍が出て、で、20万ちょいになったんですよ。で、その後、なんかクレイジータイムやってたら、なんか1000ドルぐらいになっちゃって。で、それから、なんかバカラやったら、最高29万ドル、あ、29万じゃねえや、2900ドルぐらいまでいったんだけど、でもずっとバカラやり続けたらゼロになった。まあ、もともと入金したやつじゃないんだけどね。キャッシュバックのやつなんだけど。だから今日は入金してないですけど。キャッシュバックでなんか無料のクレーム。ああ さあ、どうすっかな。とりあえずこの枠で一回終わるかな。とりあえずこの枠で一回終わって、あ、皆さん右下ない、そうしてないかとしてってください。まあでもな、他になんかやることないかな、配信で。配信でやることないかな。謝罪とかしてもな、行くとこもないしな。謝罪しても行くとこないし。いや、外に行ってもだって別に行くとこないじゃん、だって別にどこも。あ、ちなみにね、弁当さっき今食べちゃったから別にお腹も空いてないし。猫にチュールあげよう。うち多分ね、猫のチュールはあるのかな？よいしょ。チュールとかめっちゃあるのかな？買ってんのかな？